はい、パッドネットのゲームチャンネルです。今日はですね、ザ・ケリン急行やっていきたいと思います。ビーチに合わせろとワンハンドルのコントローラーでやってるんですけど、第一出発進行海徳、はい、発車デイジー、まあ、徐行50ポイントもらって海徳、次川崎電車、制限50なんだ。ああいう表示ってなんか徐行予告って、徐行予告か。第二出発電車で行こうだと制限25とか、ああいう感じなんだ。解除、あ、解除。120キロ前出してる。あ、向きじゃないんだ。今警笛がね、2種類ある。この警笛と、この警笛ね。川崎大師方面と六甲土手、同士においでの客様は、これ神奈川だっけ、東神奈川じゃなくて神奈川、ね、あ、すごいね、やっぱり95キロ。あ、これなんか京成線かな。進行、ああ、京成線のトレンシミュレーターやってないね、全然。あれ、何の表紙なのかも。進行。これセクションなんだね。どっかセクションかな。20。まあ、こういう感じ。第一場内、進行、本線、海徳。この警笛とこの警笛で、どういう使い分けてんだろう。内部場内進行、出発進行海徳、制限100ホール。内部場内進行、内部場内進行、こうやってこんなの進行できる。はい、進行。これ通過時刻とかも関係あるのかな。これはちょっとわかんない。海徳進行。まだちょっと遅くられた方がいい。シミュレーターもね、なんかやる手がちょっと敷居が立ってて、あんまりやる気が起こらないって言ったらあれですけど、怒られちゃうかもしれないですけど、ちょっとね、電車で思うよりは多分ね、いいゲームなんだけど。進行、ちょっととっつきにくいんで、ね、ちょっとやるまでにちょっと進行時間がかかるというか、この時のあの人のなんかボーナスくれない。進行、ここは電車でも大事。進行、なんかちょっと急に曇りになりました。すごいね、でも加速が本格的で、電車でもう中でもなかなかこんなのないもん。電車でもう中というか、電車でもうシリーズなんかこんな加速いいのってなかなかない。進行、本線、海徳、電車でもう名古屋鉄道編とか、まあ、内部場内、進行、電車でもう名古屋鉄道編だったらすごい加速いい。これ京急するんですよね。あ、横浜銀行。進行。まあこんな感じで。進行。進行。
が通過しただけで130ポイントももらっているのかね、まあ、下手な点操作でね。進行、まあ、ここ下り坂なんだよね。デニーズ懐かしいね、ファミレスですね。すげえ、ビーチでもこんな落ちる、こんなに速度落ちるってすごいよ。了解、はい、ここで川崎車でもう名古屋鉄道編並みに第2場内、進行、本線川崎出口は左側を向かいます。川崎本線は川崎大師方面を行けたお客様は、今これこっちかな、3番線から13、20、10月の小島新田駅を途中駅を行けたお客様は左側に停車中の通車をご利用ください。176543211。お、すげえ、3段制度は2段6番線到着の列車は快特なんか品川行きです。次は京急蒲田に止まります。第1線川崎大師方面決まったね、なんか知らないけど点数は低いだろ。階段を降りまして、下のホーム3番線に戻りますね。快特、品川行きです。京急川崎なんだね。閉まるドアにご注意ください。ドアを閉めます。第1出発進行、快特から出発しました。お、すげえ、130ポイント。発車、定時、快特、次蒲田、停車。お、120。第2出発、進行、次が京急蒲田か。制限90。次は京急蒲田です。注意力は必要なゲームだよ。制限90。右、左側が玉川、玉川って右、玉川ってなってですね。進行、左側が玉川のグラウンドで、右側がね、6コードって言っているグラウンドなんで、玉川緑地側と6コードってグラウンドがあってですね。まあ、草野球僕やってた時よく言ってたんですけど、進行、玉川緑地とね、6号度って間違えるとえらい大変ですね。進行、玉川緑地6号度ってって確か5面しかないんだよね。だから玉川緑地5面だと思って6号度ってごめん、間違っていった場合は進行、元に戻るっていうかさ、そこに行くまでにね、元に戻るまでに20分から30分ぐらい歩いていくとなると20分から30分かかるので、命取りです。かなり時間をかけます。了解、内陸蒲田でした。場内進行、快特、やべ、これ通過だね。蒲田駅は品川に止まります。羽田空港方面を行けたお客様は JC 値あんま見てなかったけど大丈夫かな。羽田空港行きをどっち駅を行けたお客様は、大丈夫か、すごいね、6両で参ります。
中ほどで始まります。はい、なお平和島青物横丁へお客様は1番線から30分あこれちょっと間違えたご利用ください。ああもうぐっちゃぐちゃだ。停止位置ちゃんと見てなかったよ。でまあちょっと時間合わせてね。3210。3番線到着の電車は快特品川行きです。次は品川、まあ、玉川緑地っていうのは16面ぐらいあるんですよ。で6号土手っていうのは確か5面ぐらいしかないからね。間違えるとしたら1面とか5面だよね。4面とか3面とか2面とか1面とか。まあ車持ってりゃそりゃ車持っててもやっぱり出発進行快特。はい、じゃあ出発進行発車定時快特。次品川停車。車で行くにしても結構時間かかんだよね。あれ歩いて20分ぐらいかかっちゃうから、ごめんの間違える。6号路でのごめん行きたいのに間違って玉がごめん20分の場合元に戻るのに歩いていくと 2,30 分かかるのか。車だと10分から20分ぐらいで行くのかな。面倒くさい。3000m で80が。まあこういう感じかな。進行。結構長いって。115ってあってる。115キロいいか。内進行快特。ああでも走りやすいねこれ。制限115。いつも電車で号やってるからね、走りづらく感じ。進行快特。進行。3000m で制限85。進行快特。500m で減速してみる。進行途中でちょっと減速。進行あ早いねやっぱり。また懐かしい電車が走ってるもん。まあこの頃の経験が一番いろんな種類の電車が走ってて楽しいかもしれないですね。進行制限80があってね。そろそろ第1場内進行本線。まあこんな感じで。なんかテレビやってたもんね。第2場内進行制限80。京急の鉄道ファンが出発京急の魅力を語るっていう。進行制限60で京急の写真を撮ってて何が楽しいのって質問でした。進行快特。いろんな種類の電車が走ってるっていうので、まあ、この特にこのゲームができた頃なんて、ね、いろんな種類の京急が走ってましたからね。形式とか全然覚えてないけど全然僕も
鉄道詳しいわけじゃないんで分かんないんですけど、進行あれいつの間にか1230で制限90進行で制限4ちょっとダメかスピード上げなきゃいけない減速減速はしてるけど速いかちょっと制限40進行あ進行まあこんな感じですね間に合うのかこれ制限40制限40って言ったけどで450で制限25が第1場内注意制限25があると大丈夫かな間に合うのかこれ間に合わない制限25第2場内注意2番やって了解海徳この辺が赤津の踏切で赤津の踏切があるっていうこの列車は品川止まりです。JR 線ご利用のお客様は、第3場内注意。日本橋、浅草方面おいてのお客様は、13時40分発、インパ日本医大をご利用ください。忘れ物のないようご注意ください。制限解除してありがとうございました。制限45キロ、40キロを目指して。制限40。時間遅れてるな まあこんな感じで こんな時間遅れてたらダメだよ6、5、3はい、到着こんな感じで30秒円30秒も遅れてんの415ってのもらえる損しますすげえ三段制度2段緩め1回だけ決まったね決めるつもり全然意識してなかったんだけどあもしかしたらこれチャンスあるなと思って適当にやったらなんかできたんではいといった感じでこの辺で終わりにしたいと思いますありがとうございました。